本日の動画はキャッソお面の種類やろ。つるの、はい、思ったより頭数が揃わなかったんだな。おっつけすぐに来ます。せやったら少し待ち。まあヘリでしか移動しながらないからな、うん。敵も大した数やで、ここにいるメンバーだけで十分だ。俺としては結構おるなという印象ですが。ジョーリー、まあ福岡でのあの一戦経験したら少ない方やろ。こんな強気になったんか。キャッスルの総力を上げてもてなしとるわ。いい感じの煽りやな。行くぜ。ちょ待って、まあまあわからん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 。ちょっと待って、ガチでわっちゃわちゃ、ガチでわっちゃわちゃすぎる。一旦ヒールするか。オッケー。あ、終わったわ。おお。ギリューさん、船の制御も奪いました。もうキャッスルは完全に俺らのもんです。いつでも好きなとこに動かせますわ。せやけど、ええんですかね。ええんですかねって。この船かなりヤバいことになります。それが狙いだ。西谷に今の状況を教えてやんなきゃなんねえ。いつまでも隠れてちゃキャッスルをなくすってな。なるほどね。ほな早速船長に出せ言うてきますわ。続いてニュースです。おお。大阪湾へ船籍不明の巨大コンテナ船が侵入。海上保安庁の呼びかけには一切応じず、1時間ほどして再び沖に向かって姿を消したとのことです。コンテナ船は世界最大級の大きさとみられ、船橋部分にはなんとお城のような建造物が確認されています。おお。他にもライトアップされた建物が並んでいるように見えます。なるほどね。海上保安庁は船籍不明のコンテナ船が日本近海の航路の安全を脅かす可能性があるとして引き続き調査を進める方針とのことです。ニュースにまでされたらもう西谷それ黙ってられんやろ。赤目からじゃね。花輪です。花輪か。ご依頼のキャッスルの動画先ほど報道に流しました。ああ、さすがに仕事が早いな。助かった。今頃基人会の会長へも報告されているでしょう。なかなかいい手です。これで西谷は動かずにいられません。放っておけば彼はキャッスルを世間にさらされて全てを失う。今回の報道がその警告であることも理解するはずです。さて、
では彼は次に何をしてくるでしょう。おお。俺に連絡を取ろうとしてくるはずだ。そして西谷にとって俺と確実に連絡が取れると分かっているのは鶴野だろうな。お、来た。やはり極道というのは人に嫌がらせをするプロですね。また何かあれば言ってください。それでは。鶴野です。これは西谷会長。俺もさっきニュースで知りました。まさかあのキャッスルが乗っ取られるなんて、ほんまに信じられませんわ。一枚買ってるのにな。上流やつがキャッスルの乗っ取り犯。いや、そんな。こないだは確かに蒼天堀で遊んでましたがね、一応客人としてもてなしとっただけで。遅かったじゃねえか、桐生さん。俺の名前は上流だ。時間がかかったのはお前に送る写真を撮ってたもんでな。写真？写真？今送ってやる。いい船だ。札に没収されるのはもったいねえ。これは女の子たちと遊んでる。何の真似だ。てめえ何が目的だ。先にふっかけてきたのはそっちだ。お前が俺に絡んでこなきゃこうはならなかったんじゃねえのか。蒼天堀にゴルフセンターがある。ああ、ゴルフセンター。明日あそこに来い。うちの若頭を迎えに行かせる。お前は来ねえのか。心配すんな。おとなしく案内係についてったら会ってやる。あんたはもう俺のこの手でやらなきゃ気が済まねえよ。一回負けてるくせに。キリウさん、ゴルフセンター来ましたよと。鬼人会の出迎えか。若頭が来るって聞いたんだがな。頭純はわしのことや。お、ただ大手すぐやけどお別れ言うことになるな。それが西谷の命令か。てっきり本人がやる気なんだと思ってた。キリュウ・カズマ。なるほどね。その男ならもう死んだ。ほな何度でも殺したるわい。お、どっちやこれは。おお、獅子道か。よくここが分かったな。準備運動にはうってつけの雑魚どもや。踊れ。誰が雑魚や。よっしゃ。一定の。ショットガン強よ。ショットガン強いよ。俺とあんたで鶴野は第1章の最初の方の時とは全然違うな。西谷の心掴んだのも俺をここへ起こしたのもみんな頭の指示ですわ。今日こそ西谷と蹴りつけたる言うて。また奴の居所が変わる前にな。そうか。ほな
二人で西田にいてこましてありますよ。いてこましたるぜ。俺の方はいつでも行けますんで。乗ってください。こんなところに車があって、それに乗れと。あの倉庫の奥にあるのが鬼人会のアジトです。元は近江連合のフロントが管理してた建物で。お前は初めての場所じゃねえのか。作戦があんなら先に言っといてくれ。お互い小細工は好かんでしょう。西谷会長の部屋はあそこの最上階です。作戦は正面から教える。邪魔する奴はぶちのめす。会長は半殺しにする。他は流れで頼ませる。悪くねえ。アドリブ、ザ・アドリブだがいいのか。確かに西谷はお前にとって関西極道の鏡だったんだろう。憧れたもんの上を行くんが大人っちゅうもんです。いつまでもガキのまんまじゃあかんやろ。これからやんのが勝ち込みじゃなきゃいいセリフだった。お、来たね。やっと来たかよ、キリュウ。こんだけ人からコケにされたのはいつぶりだ。次は最初から殺す気でやってやる。せいぜい楽しませてくれや、鬼人会。せやな、上流。はあ、行くぞ。よし、乱闘や。オラオラオラ、アイ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 。バットが折れたやないか、俺の武器。オッケー。な、イタリア所か。ここがどこだか分かっとるんか、俺。分かっとるわい。いて。しかも茶会お子さんかい。そして。とりあえず投げといて。OK。 釘バットなくなってもうたやないか。ほら、まだまだ暴れとりんの。ガンガンいっとりましょう。いて、いやー、タジできんかったか。オッケー。お、一服。悪いな。お。ずいぶんえげつないですね。壊れてしもうたか。おはんま、壊れたか。ついに西谷会長の部屋はこの上です。きっちり半殺しにしておりましょう。よいしょ。ほな行きますせ。わあ、なんかトラップが仕掛けてありそう。火だ。火つけとるのは渡瀬組の仲間です。頭のご指示で。するなの。あいつもここに来てんのか。話は後や。今は火が回りきる前にやることやらな。
おい西谷、よく来たなお二人さん。そっちの犯人、それでごまかせてるつもりかよ。シシド、バレてます。さすが英明してますな。千里眼言うとったしな自分で。どういうつもりだ。しかも桐生一馬が生きてたこととはつながんねえ。まあ確かに西谷からすればこの状況わけわかんないか。桐生、あんたももういいだろう。顔見せてくれよ。やっぱりだ、堂島の竜。なんだよ、あんたが全盛期の時にぶち殺したかったな。シシド、俺一人で行く。お前は手出すな。ええ、お手並み拝見といきますわ。この間の喧嘩じゃ、ここでさ、西谷戦ったとしてさ、これで終わり？俺に負けた気がしてねえようだし。ああ、違う、最終章あれだ、一番たちと戦うとかそういう系かもしれん。もしかしたら最終章っていうか、終わりの方。すっきり蹴りがついてね。今俺が聞きてえのは、お前らの悲鳴だ。いい声で泣けよ。三代目に下に誉れ。オッケー、じゃあちょっとガッチガチにしますか。痛えなあ。おお、炎に。あいつ死んだな。はい、危ねえ、よう反応したな俺。パンチ、オッケー。桐生さん、こっから外に出れます。分かった、低下せ、西谷を連れ出す。そいつはあんたの正体に気づいとるんやで。人言派としての恨みもある。置いてったらいいんや。うるせえ、早くしろ。ドア開けて、西谷は俺が。え？よし、これで。お前、何を？なんで西谷に生かしとるんです。殺した方が楽に決まっとる。だが、するのは。ジャカシ、もう済んだことや。なんかの恨みがあったんかな、西谷に。鶴野の頭も全部承知してます。なんだと。わお、てめえ、最初から西谷を殺す気だったな。なんでだ。そこまでやる必要はなかったはずだ。殺す必要はあったんです。そして生かす価値のない男やった、あの西谷っちゅうは。うん、何ということや。俺の射程で組から逃げた若いのがおりましてな。はい、何があった。俺が放免したそのガキは
西谷はけじめつけなあかん言うてわざわざ見つけ出した。よその組のことやっちゅうのに。確かにな、よその組のことやしな。多分うちの親父にええ格好したかったんやろ。俺が見逃すつもりなんもみんなお見通しやった。生爪剥がしたり鼻を削いだり刺した腹の傷いちいち火で炙って、西谷お気に入りのフルコースが終わりかけのとこやった。ガキの頭に銃でとどめ刺したった。もう苦しまんで済むように。不中の決断やったな。会長にはよういたぶられました。鬼人会の闘技場では試合に勝てんやつ、体弱ったやつはすぐに間引かれる。その時会長はさっき頭の言うてたフルコースでもてなしてた。顔の傷はそれか。生き残るためやったら何でもやるしかありませんでした。せやから俺はつい今さっきのことやのにもう後悔してます。あんな簡単に殺すんやなかった。もっと長いこと時間かけて地獄に送るべきやった。騙し討ちで人に殺しの片棒を担がせた後じゃなきゃもっと説得力があったのかもな。俺らも消えた方がええ人間です。自分だけ格好してみよう思うても所詮同じ穴のムジナや。なんか生きてそうやけどな。うん、やっぱりね。これで終わりか。あ、最終章だ。5章までなんだ。意外と短かったな。いや、短そうな匂いはしてたんだけど、意外と短かったな。